ライブも穴が開いているので、ちょっと使わないもの、不要品を手放していきたいと思います。2024年は収納を整えて片付けていくこと、そしてすっきりしたお家作りをしていきたいと思います。皆さんも一緒にやっていきましょう。いらないものはね、使わないものはもったいないで取っておくよりも、まあリサイクルしたり使う人に譲ってあげたりで手放すことっていうのをやっていきましょう。やっぱ身の回りがすっきりしないと頭の思考までごちゃごちゃになるんですよ。片付けっていうのは整えるっていうことなので、目に見える物質をいらないものを手放し、すっきりして整えていくことで本当に考え方って思考もすっきりしていくんですよ。で、物事の運気、気の流れがめちゃくちゃ良くなるので、2024年はぜひすっきりしたねお家作りをやっていきましょう。どうにかしたいと思いながら、とりあえず片付けたいと思います。かなりこれ20年以上使ってます。ちょっとね、そろそろ調理器具も、これもね20年近く年季が入ってるので、今年買い直したいと思います。もうね1種類ずつでいいよね、調理器具だな。話したいと思います。カインズのアルコールスプレーです。これを今からシャシャーっと洗剤で洗います。昔のキッチンなのでね、ちょっと綺麗に、まあ物は片付きました、スペースができたのでここに
蓋をね、鍋蓋を置いていきたいと思います。これが一番今のところすっきりしました。参考になるかは分かりませんが、映えない動画で失礼いたします。そして同じ部屋着を着ております。ちょっと女性らしく振る舞おうかな今年は。味噌汁作ろうかな。今年も安丸雑誌さんにお世話になります。作りたいと思います。蓋を直します。これで綺麗に保てるかどうかは分かりませんが、とにかくすっきりしました。いらないものをね、手放したので結構ね、シンク下はすっきりしました。私ね、あの整理整頓がすごく苦手なんですよ。なのでまあ今年1年かけて綺麗に整理整頓していけたらいいかなと思っております。今年は女性らしくと言いつつも、おばさんを通り越しておっさんみたいになってますよね。いい飲みっぷりだ。ほろよい気分でいい気分になると料理のねテンポも良くなってきて、この日もね和食をせっせとせっせと作っております。いただきます。ウリの照り焼きと味噌汁と箸休めのどうですか？美味しい。美味しいですか？昨日のおかげの唐揚げ。いただきます。中学生と高校生になるけど目標、中学校になれる。中学校にはなれるよ、普通に。そうね、慣れていくってことね、うん、普通に中学校になれる、うん、いや、なれるよ。もう大きなチャレンジよね、受験が。さあ、はい、頑張ろう頑張ろう。そしてあそこはもうだ。鶏飯を炊こうと思います。作ったね、煮物と味噌汁があるので、お昼は簡単にそれを食べたいと思います。さ
3なのでまだね寝てるんですけど、もうねこればっかり着てる、めっちゃあったかい。ちゃんと、ね、洗ってますからね。見てくださいこれ、めっちゃ美味しそう。まだね、能登半島の方ではというか地震がね続いてるようなんですけど、今年は元旦からちょっと胸がね痛むようなニュースがね飛び込んできてるんですけど、やっぱり一言ではないし、微弱でもね自分のやれることをやっていけたらなって、本当に身が引き締まる思いからスタートしました。私が今からっているもの、これ防災リュックなんですけど、先日インスタでアンケートを取らせてもらったら、結構8割の人がまだ防災グッズを用意されてないっていうことだったので、我が家がどんなものを用意しているのかご紹介できたらなと思って、まあ、参考になればと思ってこの動画を撮ってます。我が家はこちらですね、防災リュックっていうのをもうこの中に一式30点入ってます。で、今からそのね中身をご紹介していきたいと思います。こちらですね、はい、じゃあこちら防災リュック、結構重いんですけど、しっかりした素材、燃えにくい素材になってます。それでこのリュックっていうので、まずメインコードですね。この中に包帯とかいろいろ入ってます。怪我した時に消毒とかするカットバンドも入ってます。非常用の笛ですね、こういうのも入ってます。新食パンベーカリー、パンみたいです、こんなのあるんだって私もびっくりしたんですけど、
まあ、ちょっと賞味期限もね、29年の1月大丈夫ですね、チェックもしておかないとと思って、まあ、防災セットを用意されてる方でちゃんとこういう食べ物の賞味期限もね、ちゃんと見直しされた方がいいと思います。我が家はまだ29年の1月まであるので、こっちがプレーンでこっちがチョコチョコかな、種類入ってます。でこちら3種類入ってました。こちらオレンジですね、アルコールジェルですね、まあ、クリアジェル、これ水のいらないシャンプー、これすごく実際被災地の方に水のいらないシャンプーってすごく助かるみたいなので、こういうのも用意しておくといいと思います。ガムテープ、布ガムテープですね、で軍手、エアー枕とアイマスクと耳栓とスリッパが入ったセットになってます。まあね、ソーラー多機能のラジオライト、ライトもつくし、これも回せるので回せますね、こうやってついてるね、ちょっとね回しながらも放電できるのかな、でラジオにもなるしっていう感じですね。でこういう USB もついてます。これが保存水ですね、お水、水がこのリュックには4本入ってますね。実際ねこれだけじゃ足りないので、お水は常に備蓄しておこうかなっていうのもあります。ナイフになったりカッターになったりマルチツールなので、これはワインのコルク開けたり、これはドライバーかな、ネジを開けたりとか、ハサミにもなるのかな、マルチドライバー、爪切り、ハサミ、栓抜き、キーリング、プラスドライバー、ナイフ、ヤスリ、いろいろこれ1個あれば何でも万能で使えるみたいですね。非常用の給水バッグ、これがお水を入れれる給水バッグになるそうです。これはシート、これだけじゃ足りないんでね、シートはね私も一式ねすぐ取り出せるような場所には置いてます。で三角巾、加熱袋、これでに水を入れると、まあ、カンカンとか入れてね温めれるそうです。まあ、私もこのパンだけじゃなくて本当に缶詰類、サバとかねツナ缶とか買っておこうかなと思います。あと非常用トイレですよね、非常用トイレ、絶対いりますよね。カイロでアルミブランケット、実際ねこれだけじゃ足りないので、とりあえずひとまずあれば、マスク、これが発熱剤になるのかな、タカブロシと全身拭けるものだそうです。もう一回ねちょっとね防災セットをチェックしようと思って出してみました。これ30点でこのリュックに入ってます。まあこれすごく便利ですね、実際ねこの量だけじゃ足りないとは思うんですけど、まあ持ってないよりは全然マシなので、私が持っている防災リュックの詳細も概要欄に貼っておきます。中には100均でね防災セットを揃えていらっしゃる方もいらっしゃるので、まあね100均で揃えられてもいいんじゃないかなと思います。とりあえずねこういうものがいるよっていうのを参考までに知っていただけてたらいいのかなと思います。これ実際暗闇で光ります、こういうの便利ですよね。でリュックを光るやつがない場合は光るものをつけててもいいんじゃないかなと思います。大切な自分と家族の命ちゃんと守るためにも、日頃から防災セットをもしもの時のために備えておきましょうね。